市川昭一は日本の政治家、元日本共産党幹部会副委員長、参議院、議員3期を務めた。なお、戦前の非合法時代の日本共産党の幹部、市川昭一は同姓同盟の別人である。京都府生まれ、旧政高専卒業、神戸大学中退、国鉄労働組合出身、1977年、 日本共産党から全国区で初当選。1983年、1989年と比例区で連続当選、3期18年参議院議員を務めた。1988年ソウルオリンピック視察のため、党国会議員として初めて韓国を訪問した。1989年、党参議院国会対策委員会、国会対策委員長。 1995年の参院選には立候補せず、政界を引退した。日本共産党の幹部会副委員長、常任幹部会員、初期局次長、大衆運動局長、選挙対策部長などを歴任。後名誉幹部会員。2000年5月、女性との不倫問題による党規律違反を理由に同党を除名された。 不倫は1993年頃から当時30代の女性と行われていたことが当時の週刊新潮で報道され、被害者の女性の手記も公開された。岩田で広し、物書きを目指す人々へ、我が体験的マスコミ論、第54回賊、共産党幹部の素顔、新聞赤旗2000年12月27日付。ありがとうございます。